こんにちは、サトチンです。今回は、なりきり仮面ライダーガイム4のガシャポンをやってきたので、開けていきます。ラインナップは、戦国ドライバーガイム1号アームズバージョン、戦国ドライバー15ガイムアームズバージョン、昭和15ライダーロックシードスイング、平成15ライダーロックシードスイング、仮面ライダーガイム1号アームズスイング、仮面ライダー15ガイムアームズスイングとなっています。アームズスイング系を狙って、開けていきましょう。15、板尾さん、超大好きです。エキセントリック、エキセントリック、エキセントリック少年タイム。一つ目 C。 おー出た、めっちゃかっこいい。出たのは仮面ライダー15ガイムアームズスイング。やったね、やっぱりね、ヒーロー系の姿、ライダー系の姿のやつが欲しいですよね。開けるとこんな感じになってます。額には15。2個目セイヤ。おお、きらめいてる。2個目は平成15ライダーロックシードスイング。この青い部分は若干メタリック加工されてます。そしてこのオレンジの部分も若干メタリック加工されてます。そしてここにシールを貼ります。はい、シールを貼るとこんなに輝かしくなります。いいっすね、ここにいっぱいのライダーが描かれてます。開けるとレインボー。レインボーといえば仮面ライダーガイムのフルーツバスケットが今週末に発売されます。フルーツバスケットと聞くとちょっとね、少女漫画のフルーツバスケットを思い出しますね。懐かしい。次に3個目何が出るかな。おー出た。3個目は仮面ライダーガイム1号アームズスイング。はい、開けるとこんな感じ。いい感じのライダーキックしてます。3回やって欲しいのが2つとも出ました。今回はいい引きをしていました。それでは新発売のなりきり仮面ライダーガイム4の開封動画を終わりたいと思います。気になる方はやってみてはいかがでしょうか。1回200円です。いや、おいっ子が喜びそうなアイテムをゲットしました。それではフルーツバスケットでお会いしましょう。さようなら。